昨日の死亡者数クイズの結果は手堅く30人、そのうち10人はヤング構想の続くヘイウッドからだ。警官も一人死んじまったから取り締まりが厳しくなるぞ。 NCPD は身内殺しを絶対に許さないからな。サントドミンゴはまたもや停電。今回もネットランナーどもが送電網に悪さをしたらしい。ウエストブルックではトラウマチームが今もサイバーサイコ事件の犠牲者を掃除中だ。パシフィカはっていうと、まあ相変わらずいつものパシフィカだな。以上、ナイトシティといえばこの俺、スタンがお届けしたぜ。それじゃあまた会おう、この夢の街で。しないで。異ごと吐き出したのかと思ったぜ。大したことない、ただのストレスよ。そのうち仕事に殺されるぞ。心配しないで、まだ生きてる。ああ、今んとこはな。で、何があったんだ。何かよ。情報漏洩があって、対応のために急遽上司に呼び出されたの。ナイトシティ支社はすっかりピリピリムード。でもお前がヤバいわけじゃないんだろ。他の奴らの尻拭いをするだけで。荒坂の傍聴部にいる限りヤバくない時なんてないのよ。まあ気にしないで、私なら大丈夫。頑張れよ。何してる？もう1時間以上遅刻だぞ。すみません、もうじき着きます。フランクフルトめ、アマナシーは俺に全責任を押し付けてくるだろう。はあ、私はオフィスにいるからな。急いで来い。サブロー氏は大日本帝国海軍に入隊。陛下は航空兵でした。23歳になる頃には彼は大尉にまで進級しました。勝ち星は記憶にあるだけで20を数え、日本軍における伝説のパイロットの一人として後世に語り継がれることになります。しかし3人がミリテクに襲われた。ヨーロッパの近隣施設は従業員の避難を開始している。その3人の容体は？死んだよ。全員の安全が確保できたらメディア向けに発表する。なんて言うのよ。セキュリティの定期メンテナンス中に悲劇的な事故が発生しただろうな。ジェンキンスさんがお待ちです。オフィスへどうぞ。おい、 B、 久しぶりじゃないか。
フランクだよ。東海岸のアイスフォール覚えてるか？ナイトシティにいたのね。元気だった？相変わらずさ。一週間前はケープタウンにいたんだ。傍聴部にいるんだってな。となるとフランクフルトの件で大忙しだろう。上司はジェンキンスだよな。評判通りの男なのか？ジェンキンスはなんて言われてるの？切れ者だって。いろんな意味でな。最近は本気で怒りちまったみたいだが。追い詰められてるのよ。日本から重役が来た時、室長の風評被害のおかげで昇進を白紙に戻されたから。そっちは、上司は誰だっけ？アバナシーさ。優秀だよ。ケープタウンの計画も彼女が考えたんだ。私の上司はその女のせいで特殊作戦室の室長に昇進できなかったのよ。よくあることさ。仕方ない。ええ、確かにそうね。ケープタウンでは何をしてたの？カーゴ作戦だ。知ってるか？アフリカの紛争への兵器供給、あなたが担当だったの？まあね。ライフルの詰まったクレートを海に捨て、借りた漁船で後から引き上げるのさ。古臭いやり方だが、戦には銃が必要だからな。ごめん、ちょっと急いでるの。また今度話しましょうね。もちろん。緊急プロトコル発動。システムセキュリティを確認。見ないで。例の彼女よ、傍聴。よくジェンキンスだ。アンティーチャンバーにお進みください。ビジターアクセスを承認。接続したか？かけてくれ。すぐに済む。採決の件を片付けないと雲の海の基地を失うことになる。もうじき始まるぞ。状況は？ああ、予想通りだな。いいぞ、やれ。アバナシ室長。採決を見ていたぞ。なんだあれは。後始末です。フランクフルトが失態を演じましたからね。ご指示の通り問題に対処しました。誰が欧州宇宙機関の理事をまとめて殺せと言った？隠蔽するのにどれだけコストがかかると思っている？しかしライセンスを失うことなく1週間の猶予を得ました。行き当たりばったり、そして短絡的だ。いかにもお前らしいが。後できちんと説明してもらうぞ。クソ、相変わらず腹の立つ女だ。アバナシーとは因縁があるみたいですね。ああ、その通りだ。あの女は日本の重役たちの前で私を貶め、私の代わりに特殊作戦室室長に昇進しやがったのさ。そして今は私の頭に銃を突きつけている。だが引き金を引くことはない。私が必要だからな。自分が恐れてできないことを私にやらせてるのさ。分割統治、効果的な戦略ですね。ふん、効果的か。何かアドバイスはあるかね？そうですね。うん。どうにもできないかと。ナイトシティの重役は彼女の味方。あなたを排除しようと思えばわかるでしょう。ああ、その意見には大いに賛成だ。これを。ベータチップ。信頼の証だ。ほら受け取れ。この数週間で集めた情報が入ってる。彼女の生体データ、トラウマチーム会員証に運転手、警備主任、愛人、その愛人の夫の名前まで全てだ。
これをうまく使って私を悪夢から解放してくれ。お前の言う通り、私にも選択肢はない。こんな話をしたことがバレただけでも私はおしまいです。そうだな。だがお前が私のお気に入りであることは周知の事実だ。つまり手を貸さなくても疑われるだろう。断ったらどうなるんです？バカなことを言うな。お前は断らないさ、B。お互い理解できているはずだ。受け取れ。クレジットは追跡されるけど、現金なら使ったそばから消えてなくなる。そんなところだ。この金でふさわしい人材を雇え。企業とつながりのあるやつはダメだぞ。そして何よりよく知っている人間を使うことだ。分かったな？はい、承知しました。よろしい。では報告を待っているぞ。健闘を祈る。外に AV を待たせてある。それを使え。私をがっかりさせるなよ。ナイトシティ傍聴部のジェンキースだ。月面基地のライセンスに関する一方手続きを行ってください。頼まれていたレポートです。メールでいい。後で見る。B、まだ生きてるか？地獄の様子はどうだ？地獄ね。その方がまだいい。なんかトラブルか？とにかく信用できる誰かが必要なの。イエスってことだな。リージーズで会おう。1時間で着く。ご確認いただきたいことが。送り込んだ工作員の正体がバレたようです。フランクフルトの件？いえ、うちの管轄の別件です。話して、手短にね。バイオテクニカに潜入させた工作員のことです。彼は最近最高機密情報へのアクセス権限を付与されたのですが、有益な情報をつかめずにいます。というと？綺麗すぎるんです。サーバーはまるで滅菌室。相手に気づかれ、虚偽のデータをつかまされている可能性があります。もう引き上げさせた方がいいでしょうか？予想されるリスクは？殺される可能性は低いですが、メディアへの告発、家庭崩壊をほのめかした脅迫はあり得るでしょう。彼を揺さぶるには十分かと。引き上げさせて。ただし慎重にね。向こうに悟られたくない。ジェンキンスさんには？私から話しておく。わかりました。何も出ないわよ。いえ、そんなことは言ってない。俺たちに探りを入れる気だな。月面基地を失うのは大きいもの。私たちを許すはずがない。採決の報告を見たか？ひどいことになったな。公になったら私たちはおしまいよ。その心配はしなくていいだろう。承認。目的地をご指定ください。地区の分析データは？ヘイユットにて
NCPD の活動が活発化しています。当局の公式声明はありません。通信傍受の結果、同地区へのマックスタック出動が推測されます。サントドミンゴ広域における停電が報告されています。その他の地区に際立った変化および異常は見られません。目的地リジーズバー。目的地を確認しました。臨時ニュースをお伝えします。本日開催された欧州宇宙理事会の協議は神経安定化システムの不具合により突如中断されました。すでに5人の理事が死亡しており、さらに3人が重体と被害は甚大。不具合の原因については現在も調査が続けられています。なお理事らは全員バイオテクニカ支給のデバイスを着用していたことが分かっていますが、同社は沈黙を保ち続けています。詳細が分かり次第 N54 の現地レポーターから続報をお届けします。以上 N54 ニュースの速報でした。急にどうしたの？次のセッションはまだ先でしょ。悟りに少々気になる生態地の通知が来てたから確認しようと思ってね。問題はないかい？少し調子が悪かっただけ。大丈夫よ、心配しないで。前回言ったことは覚えてるね。1日3回の神経筋機能訓練、心が軽くなりやる気も出るはずだ。保証するよ。分かってる。じゃあまた。バーに近い場所に降りて、規定は無視していい。パラメーターを更新、着陸シークエンスを開始。女、ここは着陸パッドじゃねえ。俺たちを潰す気か？マジかよ。分かったよな。あんたとやり合う気はないんだ。くそ、厄介事はごめんよ。心配しないで、仕事で来ただけよ。それは良かった。リジーズへようこそ。また会えて嬉しいぜ。
座れよ。とにかく話を聞こうじゃねえか。久しぶりね、ジャック。調子はどう？バレンティーノズとメイルストロームの間で火花が散っててよ。一儲けするチャンスなんだが、命の保証はない。まあ、とりあえずはぼちぼちやってるよ。だが、俺の話はどうでもいい。今日はお前の話を聞きに来たんだ。先に言っとくけど、この件は内密にね。もちろんだ。お願いよ。これは生死に関わる案件だから。任せろって。俺を誰だと思ってんだ。夫での素人じゃあるまいし、メヒコの国境の件を覚えてるだろ。俺は一言も喋らなかった。あの時はあんたに助けられた。もしカルテルのことが漏れてたら。でも漏れなかった。今回も同じさ。信頼できるから俺に来たんだろ。データチップよ、刺して。おお、なるほど。どう思う？これは高くつくぞ。しかも慎重にやらなきゃな。痕跡を残さず現金のみで。現金ならある。あとは人材だが、テッキーが一人か二人、頭の切れるランナーに肝っ玉の太いドライバー、もちろんソロも必要だ。ちょうど一人ここにいる。だから俺のところに来たのか。女を始末させるために。デリケートな仕事だからこそ信頼できる人間が必要なの。こいつはデリケートな仕事なんかじゃねえよ。ただの暗殺だ。荒坂がどういう企業かは分かるでしょう。いや、分かんないか。おいそれと断れる立場じゃないの。だが俺は断る。お前も考え直すべきだ。ほら、酒でも飲んで人生を語らおうぜ。ラシアスマミッタ。ダブルのテキーラにグレナデントライム、気を紛らわすにはこれが一番だ。酒は遠慮しとく。まだそれを貫いてんのか。分かったよ。この仕事もそうだよ。コーポの連中は腐り切ってやがる。エルディアブロと契約した愚か者の集まりだ。アラサガに魂を売っちまいやがって。誰かを殺すよう命じられた次の日には、今度は別の誰かがお前を殺しに来る。私に選択肢があると思う？拒否すれば全てを奪われ、何も残らない。いいじゃねえか。ついでにかけられた首輪は外せる。お前はどうか知らねえが、俺は誰にでも尻尾を振るわけじゃねえ。中でも三郎やその手下どもなんか論外だ。そうかもね。でも今はまだ離れられそうにない。俺はそうかもしれねえけどよ。せめて。なんだお前らは、迷子か？お前が B だな。ジェンキンスの使い？知らない顔だけど。だろうな。だがこっちはお前のことをよく知っている。今日ジェンキンスから仕事を託された。詳細を教えてもらおう。それは機密事項よ。あんたに明かすことはできない。何が？気分はどうだ？なかなか答えるだろう。社用ネットワークへのアクセス権限を剥奪した。支給されたサイバネティクスは2分後全て機能を停止する。ジェンキンスから受け取ったデータを渡せ。それで解雇手続きは完了だ。どうやって私のことを？お前が知る必要はない。データを渡せ。情報はこのチップに。賢明な判断だ。もういい。形式上はな。だがお前自身も片付ければ、アバナシーは報酬に色をつけてくれるだろう。
立て、一緒に来てもらう。早くするんだ。おい、待ちな。ぼったくら自分が置かれてる状況をちっとは考えたらどうだ。あんまり中心になっちゃいけねえ。よそ者が人の島ではしゃぐとどうなるか想像はつくわ。それは脅しか。そっちが撃った瞬間、こっちも打ち返さざるを得ない。あっという間に死体のものの出来上がりだ。目的のものは確保した。それでよしとしよう。肝が冷えたぜ。たん死ぬかと思った。V、 大丈夫か。気分はどうだ。気分は最悪よ。喉がカラカラで息ができない。ああ、俺のいとこはドラッグをやめた時と一緒だな。ひどい寒気に手の震え、冷や汗垂らして吐くに吐けず。そんな感じ。リー、しっかりしろ。リパーに連れてってやろうか。ああ、いや、トラウマチームが迎えに来てくれるか。トラウマの契約は解消されてる。生化学制御も社宅も使えない。銀行口座まで差し押さえられた。凍結じゃなく差し押さえよ。マジかよ、仕事の早い奴らだ。てか本当に大丈夫か。何か。とりあえず一旦落ち着かなきゃ。私はもうおしまいかもね、ジャッキー。人生の全てを奪われた。その逆なんじゃねえか。ノーと言えないお前に向こうから言ってきてくれた。きっとこの方が良かったんだよ。それにまだ全てを失っちゃいない。何よ、お前には友達がいるって言いたいの。そんなんじゃねえよ。暗殺の仕事の金があるだろって。結構な額があるんじゃねえのか。それでやり直しゃいい。捜査中か。再出発だよ。おい、聞いてんのか。ビー、マジでヤバそうだな。ビー、だが大丈夫かよ。新しい人生はから始まんだぞ。ハローナイトシー。毎度おなじみスタンダー。さあ今日も夢の街で新たな一日が始まるぜ。俺はこの街が大好きだ。どれくらい好きかっていうと、たまに孤児院に顔を出してはタバコをせがんでくる母親と同じくらいにな。今日もまた何百人と新参者がここにやってくる。だが1年持つのはせいぜい半分だ。それも当たりの年ならな。連中は何をしにナイトシティに来るのかって。そりゃ次なるモーガン・ブラックハンドやウェイランド・ボーボアみたいなレジェンドになるためにさ。俺、リスクがでかけらでかいほどリターンもでかいって言うしな。だがメジャーリーガーの選手生命は短い。炎ってのは勢いがいいほど燃え尽きるのも早いもんだ。その前に鉛玉を食らう可能性だってある。この街の伝説が集まる場所を知ってるか。墓地だよ。とはいえ伝説になるには出身も身分も関係ない。お前が本物ならチャンスはあるさ。ナイトシティはそう、夢の街だからな。ターゲットの女はこの建物のどこかにいる。誘拐した連中と出くわすかもしれねえ。中に入ったら警戒を怠るなよ。おっと、その前にミリテクの訓練用チップを手に入れたんだ。ほら、プロフェッショナルだって本番前にはリハーサルをするもんだろ。仮想訓練ってやつだ。やってみるか。ええ、試してみる。
ずは基本の戦闘訓練からだ。なおこのセッション内容は記録され、後の評価に使用される。この訓練プログラムは諸君が戦闘の基礎を身につけ、反射能力を磨くために設計されている。ここで学ぶスキルは戦場で生き延び、さらには活躍するのに役立つだろう。諸君には効果的な武器の使い方、ステルス戦術の活用法、敵ネットワークへのハッキングを学んでもらう。なぜならミリテクでは。ミリテクのプログラムは穴だらけね。でもこの戦闘訓練自体は役に立ちそう。では新兵、一番ステーションへ向かえ。どうした、さっさと進め。スパルタ式に鍛えていくから覚悟するのよ。射撃訓練プログラムを始めるわ。まずは軽いウォームアップから。じゃあ少しハードルを上げましょうか。悪くないわ。でも実際の相手は打ち返してくることを忘れずに。だらっとしてないで身を隠して。撃たれたらリアニメーターを使って手当てして。準備ができたら訓練エリアに進む。今度はお友達を連れてきたみたいね。さあ腕の見せどころよ。やるじゃない、 B。 プラットフォームに立って次へ行きましょう。お次はハッキング訓練。コース内容に少し手を加えてみたからお楽しみに。この訓練モジュールでは戦闘におけるテックツールの使い方を、後ろにある画面をハックして敵の注意を引いて。コーポなんかよりこっちの方がイケてるでしょ。 OK、 じゃあそいつを静かに倒して。上出来よ。あとはそいつを倒すだけ。現場に痕跡を残さないのがプロの鉄則。それが死体の場合は特にね。敵を運んでどこかに隠すのよ。いいじゃない。じゃあ次はそいつを素早く倒して。今度はリアルタイムで敵をハックしてもらうわよ。頑張ってね。よし、グレネードを切る。
考えず命令に従えば結果が出る。ミリテク式も悪くないでしょ。 まずまずね、ミリテク式の訓練はあなたに合ってるんじゃない。訓練を続けるならモジュールは他にもまだあるわ。もういいなら終了して。でも忘れないで、ストリートにはヒントもやり直しもないからね。どうしたの、V？よし、じゃあ今回はステルス技術の訓練ね。早く身をかっ、オーケー。次は出口に向かって、見つからないようゆっくりと。上出来よ。じゃあ次のエリアね。もう一度、次はカメラにも気をつけて。いい感じね。プラットフォームの上に立って終了して。おまけに上級向けの戦闘技術よ。それが済んだら今回は終了。じゃあ次はいよいよ近接戦闘ね。敵を無力化して、手強いから気をつけるのよ。よし、そこまで。次は B の体格に見合った相手を用意してみようか。難易度をイージーからノーマルに上げるわよ。今度の相手は攻撃をぶするわ。次は防御。攻撃よりつまらないけど重要な要素だから。相手は攻撃の後に毎回バランスを崩してる。その隙を狙ってカウンターを食らわせて。やるじゃない。 B、 次は相手にパンチを空振りさせるの。攻撃を食らわないようにして、一発もね。
若き弟子よ、もう私から教えることは何もないなんてね。さ、次が最後の試練よ。次は金殺武器よ。剣を取って。学んだことを実践してみて。いい調子よ。ずいぶん慣れてきたみたいね。プラットフォームに乗って。じゃあね、B。どうだ。役に立ちそうだろ。じゃあいよいよ本番と行くか。若子から何かアドバイスはあった？うちはあんたのおかんやない。簡単な仕事や、指示通りやったらええだとさ。よし、行きましょう。エレベーターこっちだ。ターゲットはサンドラ・ドーセット。数時間前から生体モニターの反応なし。すでに殺されてる可能性もあるけど、頑張って。頑張ってじゃなくて頑張ろうだろ、バグ。現場にいなくたってお前もチームの一員なんだ。チームね。はい。バグ、もう少し愛想よくできないの？優しくしてほしいならヘルプセンターに電話したら？137を探して。ターゲットは中にいるはず。でも生体モニターは確認できない。手遅れじゃないといいけど。これだから生死に関わる仕事は嫌。急いでドアをハックして。 B、 開けれそう？エシロン2の企業特権で保護されてる。つまり相当な汚職よ。でもこれはゼータテックのコピー品ばっか。闇改造によくあるやつね。この子じゃない。捜索を続けましょう。フィン、前方に注意しろ。いるぞ。静かに片付けるんだ。慌てんな、見つかるぞ。
まだ近くにいるから。正直ダメかと思ったが、うまくいったな。こそこそすんのは主義に反するが、結果オーライだ。見つけた。ターゲットよ。どう？まだ生きてる？
今確認する。早く彼女の生体モニターにつないで。氷の浴槽に入れられて、他にも人がいる。まるで売りに出される肉みたいに。 B、 しっかりして。命が助かれば彼女にこの記憶は残らない。覚えていなくても本人には理由がわからないままパニック発作が出たりするらしい。氷の入った冷たい水を飲んでたら急に手が震え出したり。とにかくモニターにつないで容体を確認しないと。つなぐよ。サンドラ・ドーセット NC570442、 トラウマチームのプラチナ契約者ね。プラチナだったらよ、くしゃみしただけでもトラウマが来るはずだ。信号が妨害されてるのかも。モニターがハックされてる。バーブ A をいじったのか、神経ウイルスか。おい、ティブル、状況を見ればわかんだろ。こっちは急いでんだ。ぼんやり考えてる暇なんかねえぞ。うん、近所のハックを使ったのね。OK、彼女の神経ポートにチップがあるはずだから抜いて。それがモニターの信号を妨害してる。大丈夫なの？このまま運んだ方がいいんじゃ。ダメ、息はしてるみたいだけど。モニターを作動させて容体を確認しないと。早くチップを抜き取って。あった、今取り除く。モニターを確認して。何か変わった？サンドラ様、意識がある場合は回復体位を取ってください。救助部隊が派遣されました。あと180秒でそちらに到着予定です。トラウマチームが到着するまであと3分。プレミアムプランにより推定費用の 90% がカバーされます。ひってえことしやがるな。とりあえず氷から出してやろう。ジャック、気をつけて。まだ隠れてる奴がいるかもしれない。心配すんな、俺が周りを警戒する。やばい。くそ、死んじまうぞ。 B、 状況を説明して。ジャッキー、 A ハイポ早く捨て。ほらよ、チーカ。これでやった。よし、外まで運べ。スカベンジャーどもが逃げてくぞ。奴らもトラウマチームとはやり合いたくないみたいだな。外まで運べ、テラスだ。T1333 より本部へ。患者 NC570442 を確保。投与開始。ドーパミン70、ノルエピネフリン110、フィブリン800。よし、脱出するぞ。エレベーターでガレージに出よう。はあ、ご苦労様。私は落ちるわ。それじゃあまた。なあ、B、 悪いんだ、ちょっと車を借りてもいい？ミスティとデートなんだよ。メトロなんかで行ったら格好がつかないだろう。しょうがない、今回は特別だからね。オンに切るぜ、B。 そうだ、ついでに家まで送っていこうか。お願い、私はもうクタクタ。ああ、それと我が子に連絡して仕事が済んだって報告しとけよ。V、 どないやった？依頼主は無事なんか？
一応ね、トラウマチームに回収されたからもう大丈夫なはずよ。そうか、ご苦労さんやったな。報酬は準備できとるで。なんならすぐ取りに来てもええけど、今はとにかくうちに帰らせてくれっちゅうところやろな。 NCPD がワトソンを包囲しとる。地区を丸ごと封鎖する気や。早めにそこを出んと捕まってまうで。ご忠告どうも。じゃあまたね。 NCPD がワトソンを封鎖するみたい。急がないと私たちも巻き込まれちゃうかも。大丈夫だ、俺に任せな。レジェンドオブマチだ。しかし腹が減ったな。何か食いに行かねえか。ワトソンが封鎖されるってさっき言ったでしょ。あった、そうだったな。なあ、あれって、そう、勘違いじゃねえ。後ろからバンがつけてきてる。まずいぞ。嫌な予感がしてきた。傷つけちまったな。すまねえ、B。気にしないで。今は無事に帰ることだけ考えましょう。キングダムマドリI say that now.どうもお姉さん、ちょうどあなたを探してたんですよ。ああ、それは一体どういう意味？優しそうなお姉さんなら分かってくれると思って、どうしても彼女の元へ戻らなきゃいけないんです。ああ、彼女？ええ、俺を待っててくれてるんですよ。これまで散々約束をすっぽかしてきて、今日行かないと振られちまうかも。それは一大事ね。お願いよ。民相は悪いかもしれないけど、純粋な子なの。どうしてやって、これで最後よ。わかった、行きなさい。ありがとうございます。それでは。彼女に気に入られてた。きっと俺の真摯な態度に惚れたんだろう。そうね、
誠実で一途に恋人を思い、はいはい、謙虚さも忘れないだろ。あんたはヘイウッドに戻るのは難しそうよ。大丈夫だ、通してもらえるぞ。本当に？うん、また丁寧なジャッキーの出番だ。おやすみ。ミスティによろしくね。ああ、じゃあな。ナイトシティの皆さん、こんばんは。バグ、どうも。知り合いのランナーが B の役に立ちそうなものを持ってね。情報を送るわ。あのコルダー牧師です。父なる神よ、我らと共にある。そして2人目は人気番組チップインのホスト、カリナーリーさんです。サイバーウェアの普及をプッシュする業界の大物ですね。調子はどうだい、カリナー。最高よ、ジミー、呼んでくれてありがとう。さて、本日のテーマは今マーケットで最も話題を呼びながら。ゲートがまた壊れた。これで3回目よ。壊れるたびに修理代を払ってる。これで何？管理人に文句を言ってやらなきゃ。